アイテム番号 SCP-023JP、 オブジェクトクラスケテル、特別収容プロトコル。その性質から SCP-023JP の完全な封じ込めは困難です。現在営業している日本国内すべての鉄道会社の協力のもと、すべての鉄道駅は常時監視され、SCP-023JP への通路や階段が発見された場合、その収容違反は即座に SCP-023JP の監督官と機動部隊 E28 に報告されます。機動部隊 E28 は強靭なネットや金属製の仮囲いを用い、工事現場に見せかけて SCP-023JP への通路を完全に封鎖し、一般人の侵入を防ぎます。また、監視映像を確認し、封鎖までに誤って SCP-023JP へ侵入した者がいれば、すべて記録します。もしも SCP-023JP から生還した者がいれば、SCP-023JP での体験を聞き出し、後に A クラスまたは B クラス記憶処理を施されます。SCP-023JP への通路の封鎖は、それが消滅次第解かれます。過去何度もの大規模な収容違反に対して、鉄道会社と協議し、カバーストーリーを用意してきました。SCP-023JP は早急に無効化されなければなりません。日本支部理事。説明。SCP-023JP は未知の鉄道路線です。運営する鉄道会社や運営時間は不明です。SCP-023JP は日本国内で営業しているあらゆる鉄道駅に何の前触れもなく干渉し、未知の方法で自身の路線に通じる通路や階段を増設します。その規模や場所に法則性は見られません。増設の経過はこれまでに観測できておらず、監視映像では瞬間的にそこに出現しています。増設された通路やプラットフォームは干渉した駅と同じ見た目に偽装され、元々の駅の構造を知らなければ区別することはできません。同様に通路内の案内表示はあたかも国内の既存の路線であるかのように偽装されます。既存の案内表示は書き換えられることはなく、多くの場合はそれらと矛盾するため、注意していれば SCP-023JP の存在に気づくことができるでしょう。駅の外観に変化はありませんが、内部は作られた構造物の分だけ空間が広がり、それに合わせてその周囲の空間が歪むことが観測されています。この干渉現象がどの駅にいつ発生するのかは完全に不規則で予測できません。この現象は短くて数分から数時間、長くて数ヶ月から数年で消滅し、元通りになります。同じ駅構内で移動するような例も確認されています。最も長く現象が継続している例は、県、駅で、1900年月日から現在まで依然としてそのままです。SCP-023JP の根本的な発生経緯は不明です。最初の観測例は1800年月日で、当時の秘密裏に対処していた団体は、現在の財団の日本支部に至る前身団体の一つにあたります。SCP-023JP へ増設されたプラットフォームには、既存の路線を走るものと同じ型の列車が停車します。この車両は既存のどの鉄道会社の所有でもないことがわかっています。この列車に乗った人間は、本来存在しないはずの駅に到着するなどの不可解な現象に遭遇します。そして最終的に行方不明になるか、もしくは何らかの悲劇な形で発見されることになります。SCP-023JP を走る列車が短い時間で再び通常の駅に乗り入れる例が報告されており、これまでの生存者はすべてそのような状況で降車しています。列車にまつわる都市伝説のいくつかが SCP-023JP での現象と類似していることから、財団が把握できていない SCP-023JP への乗車例があることが指摘されています。乗車後に起きる現象の詳細については、次の各記録を参照してください。
実施日、1991年月日。実験概要。実験対象 D023JP98 に無線通信機と発信機を持たせ、駅で SCP-023JP に乗車させた。音声は常に中継され、実験は博士が指揮した。記録開始。電車が止まってるぞ。これに乗ればいいのか？はい。車内の様子を伝えてください。中は普通の線の電車だ。誰もいない。どうやら出発したようだ。外の景色は真っ暗で何も見えない。他の車両にも誰かいないか確認してください。ここが最後だ。誰もいないな。気味が悪いことに。運転手はいますか？運転席の窓に布がかかってて見えない。何言ってるか聞き取りづらいが、そろそろ止まるようだぞ。聞き取りづらい？車内アナウンスがかかっているのですか？こちらには聞こえませんが。無線機のせいじゃないのか？どのような内容か口に出して伝えてください。くぐもっていて停車するくらいしかわからない。速度が緩まってきたから多分止まるのは合ってるぞ。駅のホームだ。場所は書いてないからわからん。コンクリ製のホームしかない。周りは真っ暗でわからんが、傍らに道路が走ってて、あとは林と畑が見える。発信機と地図を照らし合わせると、そこがそんな場所とは思えないのですが。だがそう見えるぞ。周りをちょっと歩いてみてください。道路に沿って。何も、待て。がいる。入れて、白い、みたいな影だ。雑音がひどいです。もう一度お願いします。あれは、俺を、いる。何ですか？もっとはっきり。こっちに来いよ。実施日、1999年月日。実験概要。実験対象 D023JP756 に無線通信機と発信機を持たせ、駅で SCP-023JP に乗車させた。音声は常に中継され、実験は博士が指揮した。電車に乗ったぞ。車内は席が横に並んでるやつだ。ああ、長椅子じゃなくて
2席ずつの。わかりました。乗客はいますか？ちらほらいるぞ。うわ、気味が悪い。どうかしましたか？顔や肌が黒い影みたいだ。マネキンか？ピクリとも動かないが。ああ、最悪だ。わかりました。他に異常はありませんか？他の車両を確認してみてください。ちょっと待て。前の車両の扉が。おい、こいつは動いてるぞ。それは何ですか？影のやつだ。駅員の服を着て。こっちに来るな。今から後ろの車両に逃げる。おい、クソ、開かないぞ。落ち着いてください。来るな、やめろ、触るな。ああ。実施日2005年月日。実験概要。実験対象 D023JP1455 に無線通信機と発信機を持たせ、駅で SCP-023JP に乗車させた。音声は常に中継され、実験は博士が指揮した。電車に乗ったぞ。車内は普通の感じだ。乗客もそこそこ。乗客はどのような感じですか？どのようなって、普通だぞ。スーツのおっさんに、女に、ばあちゃん。ちょっと待ってください。肌が影のようになっていませんか？何言ってんだ、おい。いたって普通の。緊急事態です。線で規模不明の収容違反が発生しています。機動部隊を、至急理事に連絡をお願いします。実施日、2011年月日。実験概要。実験対象 D02JP2762 に無線カメラと発信機を持たせ、駅で SCP-023JP に乗車させた。映像は常に中継され、実験は博士が指揮した。ホームに着いたが、なんだこりゃ。線路代わりのチューブが走ってるぞ。随分先進的だな。真空チューブ？いや、バカな。中は普通の電車みたいだな。長椅子のやつだ。次世代高速列車にご乗車いただきありがとうございます。だってさ、最高時速3600キロ。なあ、一つ聞いていいかい？どうぞ。この列車は安全か？おい、答えろよ。扉は閉まってるぞ。クソ、カウントダウンしてるぞ。3、2、1。列車は発車直後に追跡できなくなりました。D023JP2760 は依然行方不明です。映像記録を確認中、博士は映像に映る電光表示器の表示が実験時と異なっていることに気づきました。このような変化はこれが初めてです。類似する変化を発見した職員は SCP-023JP の監督官へ報告してください。